僕が思う理想のチャジなんじゃないですけども、正確な演奏だとか、なんかもちろんそういうのも大事かもしれないけども、なんか一つの塊として、来てくれたファンのみんなとなんか一つの空間を作る、そのための準備を今してるわけで、まあ、そのために必要な技術とかもあるかもしれないけども、なんか、まあ、それぞれまた違ったところでのなんか、もの、単純にエンターテインメントとかではなくて、目に見えないこう、当然思い出に残る、一番かっこいいシャズナをやりたいですね、そこで。今回のライブの曲目は、ウェブでファンの皆さんに投票を取って、それの上位曲、が全て連なっているんで、そういったなんかファンのみんなの僕らが作った音楽に対する気持ちっていうのも背負って、そしてなんかステージに上がってみんなとその曲を一つ一つ完成させながら、なんか、まあ、シャズナを終わらせたい一つ、そうですね、きっと本番になったら、いろんなことを思い出しますね、間違いなく。でなんか、なんだろう、すごいたくさんライブやってきたんですけど、きっとなんか人生で一番の思い出ができるんじゃないかなっていうふうに思いますけど、もちろん最後だから気合が入ってるって言えば入ってると思うんですけど、今回完結を迎えるまでのライブってやっぱり腐ろうでやってきて、まあ、全く同じとは言いませんけど、でも気持ち的な部分では今までやってきたライブと今回のライブ、僕の中では同じなんですよね、一つのライブっていうことに対しては変わらないので、だから最後だから特別に何をとか、まあもちろん楽曲、曲目は特別にファンの方たちに選んでいただいてとかそういうのはありますけども、あの自分の気持ちの中では特別にどうのっていうよりもいつものライブをさらに一歩、あの常に進化してきたつもりなので、さらに一歩もう一歩前に大きく一歩踏み出せるライブにできたらなと僕は思うんですよね。自分なりの歩幅で一歩ずつ来たのを最後のライブぐらいは もう思い切って大きく一歩出てみたいっていう気持ちぐらいですかね。シャズナが終わって、それでまあみんながみんな音楽活動をやめるかつはそうではないと思うので、僕は少なくとも続けるつもりですし、まあ、形が変われと、だからあのそのための一歩をやっぱり最後のこう締めと同時に新しいスタートラインだと思っているので、そういうライブに僕自身はできたらなと思ってますね。よろしくお願いします。
なんでみんな無口になっちゃうなんかカメラどうもカメラは私無口で超くだらない魂取られると思ってどんだけ古いの超わかるよこれおはようございます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 あれも来てないしあれ9時だもんな早いっすね皆さんどうですか今日いやよく寝れましたいや3時間ぐらいですかねあの舞台の稽古が昨日あって4月1日からなんで舞台がそれで昨日家帰って今日の準備したりしてたら3時間ぐらいでしたねちょっとテンション上がって、ね、もっと寝ないかと思ったらもう即寝で眼寝したんですけどやっぱ朝早く入んなきゃいけなかったんで3時間ぐらいで、はい、頑張りますじゃあ今日はいよろしくお願いしますおはようございますおはようございますお疲れ様です一睡もしてないですよ頑張りますよいいライブをこれうちの親父ですピースすんなよおはようございますまあ高ぶる気持ちを抑えつつ、まあ、最後の準備本番に臨みますよろしくお願いしますおはようございます僕らは幸いというか、同い年でそういうところももしここにまあねずっとチームでやってれば年齢の差とか関係ないかもしれないけども本当にもうジャスト同い年なんでやっぱりそれでいてやっぱり見ての通り三者三様一つのものを一緒に作るかもしれないけどもやっぱり考え方も違ってでなんかバンドを僕は始めた頃シャズナを結成してオリジナル曲をやる初めてのバンド自分はこういう風にしたいっていうかなかなかそういう風にならない、すごくなんか葛藤があったしなんで分かってくれないんだろうとかってなんだけどもこの2人と付き合ってやっていく中でなんか全然人間が違うからこそすごく勉強できるところがたくさんあって今でもそう思いますけど、だんだん付き合いが長くなっていくうちにこうさっき伊沢君が言ったようにお互いのいいところ悪いところ分かってきてで時には言いたいことをもうちょっと遠慮して言わなくなったりとかいろんな時期があったかもしれないけどもその中でやっぱりそれぞれがバンドにとって良かれと思って考えてるんだろう俺とは違う考えかもしれないけどもそうなんだでそれでいてこう続けてやっていくとああなるほどそういう形もあるなっていうふうに考えたりとか同じスタートラインに立って同じ結果を見るからこそそれができたしでそれっていうのがなんか僕自身をすごく成長させた音楽面だけじゃなくて本当に伊沢君言うように、人間関係としてあとなんだろうな社会と接するためにもうそのシャズナというバンドを通してこうしてね今日もいろんな方と出会ったりとかいうこともありましたしなんか人との関わり方人とのつながり方とかっていうのをすごく勉強させてもらったなっていう感じはありますね、学生時代があってで、就職してその就職した中でなんかその社会に対して その人間付き合いとかそういうのをきっと学んでいくと思うんですよ、だけどそのなんだろうバンドっていうなんか一種特殊なその職種というか、の中でなんかそういう経験ができたっていうのは、なんかすごくなんか得をした気がして人としてのそのなんだろう関わり方とか、そういうところもなんか含めてそうですね人とそのメンバーというか2人との関わり方とかいろんなことも含めてなんかすごい、なんか勉強になったというかいい経験をしたっていうか同じ人間と16年一緒にいるっていうのは多分相当大変なことだとは思うんですよ普通に考えてですけど特に僕らみたいなバンドをやってるってことは
結婚してるわけではないし、でもなんか内縁関係であるような気もするしっていうところで、その初めのうちはやっぱり友達っていうレベルから始められたんで、ああだこだああだこだ言い合うことは簡単だったんですけど、やっぱりふとした瞬間からちょっと内縁的な肉親的な感覚を持った時から、なんかこう守んなきゃいけないっていう気持ちとかがすごい出てきて、なんか傷つけちゃいけないんじゃないかとか、でも本来それじゃバンド的には良くないと思うんですけど、だそういうなんかね、いろんな気持ちを音楽を通じて人間の関わり方というか、人間の付き合い方というか、そういうのもひっくるめてシャズナっていうのは変なとこドライにはやってこなかったバンドだと思うので、みんなだからそういう音楽を通じた音楽面でも勉強することはもちろん当たり前にあったし、だけどそれ以外のそう人間的な面で、その人間的に大人になっていく過程の中で、まあ多感な時期から一緒にずっといるので、だからやっぱりそういうのをお互い見ながら、お互いのいいとこ悪いとこも見ながら、なんかそういう 人間との関わり方っていうか、一番大事なところですかね、人間的なところ、生きていく中で多分生活するとかお金を稼ぐ大事ですけど、それよりももっと大事なことをこの3人で学べたような気がするんですよね。うん、チラシ関係も全部チェックするんですよ毎回。すごいですね。なんか気になるんですよね。いろいろ、もともと営業担当だったんでシャズナで。あー、いいっすね、シャズナスライド。この丘の上の景色は今のところ僕だ。やっぱこうなんか寂しい感じもありますけど、でも16年やってきて、まあ、いろんなことがあって、まあ、いいことも悪いこともあって、それでやっと今日で一区切りつくんだなっていう感じですね。ある意味そのシャズナは僕の中ですごい一生当たり前にあるもんだと思ってたんですけど、まあ、今回メンバーからの意見というか、まあ、提案とかもあって、まあそういう、まあ、誰か一人抜けてまでやろうと思ってなかったので、この3人で始めたからこそ、この3人の誰かをかけるときは絶対解散だと思ってたんで、だから その覚悟はある意味ずっと結成したときからできてたんで、うん、だから新たな一歩をやっと踏み出せるかなっていう気にはなってますね。うん、初めそれ決まったときにはもう2日ぐらいもうへこみまくってましたけど、今はもうかなり前向きですね。はい、バーブルインナイトバーブルインナイト MK の上段の一番右の星アポ。ここから小さいっていうかな。
大盛り大丈夫だよね。もう。はい。じゃあ、サルちゃんごめん。青いのちゃんと、はい、デカめのやつからいきましょう。お待たせいたします。はい、よろしく。皆さんおはようございます。今日シャズナー16年活動してきて最後ですが、皆さん最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりこうシングルカットされて、そういう皆さんの支持をいただいた曲がたくさんあるので、やっぱりそこの期待感は変に裏切りたくないなっていうのがあって、皆さんは当時CD だったりライブに来て聴いてた時の感覚を、バンドって成長していくので、成長してた段階で、あ、これはいらないや、この音はいらないや、これはもう自分たちだけでできるかなっていう形でやるのは、ロックバンドとしては正解なのかもしれないんですけど、シャズナに至ってはちょっとその辺がこう普通のロックバンドとちょっと違うっていうところをすごい持ってるなと思ってるんですよ、ずっと。だからやっぱりシングルをその当時聞いた人、聞いてた人、その当時ライブを見てた人が、そのシングル曲を久しぶりに今回聞いて、あ、やっぱりいいねとか、 あの時より良くなってるねっていうのが、音が減ってるとかテクノのよりもその時の感覚を思い出しても、多分その曲を聴いてる時に何だかんだ思い出がみんなあると思うんですよ、その曲に乗せた思い出が。だからそれを思い出しつつ、見てもらえたらなって僕はすごく思ってるんですよね、僕自身は。個人的に僕全曲なんですけど、もちろんでも一番最後にメルティラブをアコースティックバージョンでバイオリン入れてやるんで、それがやっぱり僕の中ですごいこう響くんですよね。やっぱりアコースティックでやるシャズナっていうのはめったになかったし、それがアコースティックでできるような大人に僕らもなったんだなっていうのもありつつ、弦が入るってレコーディングでは弦入れたりしてても生では初めてなので、やっぱそれを今回シーズンっていう仲間のミュージシャンがみんな協力してくれてるので、それでやっぱりこう誰か知らないようなプロの人を連れてきて、いきなりやってって言ったらうまいねで終わりたくなかったんで、やっぱり仲間の中で誰かなんかできることっていうのをすごい考えてて、そこでメルティラブをあえてアコースティックバージョンで最後にできるっていうのが僕の中ではすごく大きいですね。やっぱりメルティラブに対して思い入れが、どの曲もいっぱいありますけど、メルティラブはやっぱり格別に違う曲なので僕の中では、やっぱり、あれがなかったら多分今も僕らなかったと思うし、その時もう本当カップラーメンを代々木のスタジオで3人ですすりながら最後の1年計画っていうのを立てながらじゃあ本当にいい曲をって言ってできた1曲なので、だからやっぱりその時のカップラーメンすら思い出すぐらいの曲ですね、僕の中では。そうなんですよ。そのカップラーメン今も売ってたらよかったんですけどね。これシャズナが完結して、そのカップラーメンがシャズナでいい話になって再販されたらね、会社の名前とか言わない方がいいか。やらしいな。また言ってた。やらしいな、これか。やめなよ、そういうことするの。前半のブロックにあるトパーズっていう曲
なんですけど、それがですね、山中湖で合宿をしてレコーディングした思い出がすごく鮮烈に僕の中にはあって、二人でボート乗った時だ。懐かしいね、ボート乗ったね。二人でボート乗ったんですよ、そのレコーディング。青井くんはギター取ってる時に、本当は白鳥が良かった、ね、そうそうそう。ニーク勢いよく俺がもう漕ぐからガーって 中の方まで漕いで、僕は漕がないつもりでいたんですよ。いや疲れた、帰りざめとか言ってね、漕がされて、まあトパーズを聞いてそのシーンは浮かばなかったんですけれど、合宿の思い出はなんかすごくあって、でそのレコーディングのスタジオ その合宿で寝泊まりするところのスタジオに壁にこういろんなこうアーティストさんがこう来て、最後に記念写真を撮ってこう貼っていくじゃないですか。でなんかそれをこうずっと見ていって、ああこの人たちも来てるんだって、同じところにいるんだみたいな感じで、なんかちょっとミーハーな気持ちにな一瞬なりかけた自分もいつつ、最終日に僕らもその写真を撮って多分飾られたんじゃないかなと。今回のリストの中にボイスって曲があって、それはインディーズの時にも3人で自分たちでこうスタジオに入ってレコーディングしてデモテープとかにしたんですけど、その後シングルのカップリングになったりとかして、で皆さんも知ってる曲なんですが、その曲を作った時に最初そのサズナ3人でやろう、じゃあ曲俺頑張って作るわなんつって、でもうなかなかどういう曲をやっていけばいいのか、周りにもなんかやってる方たちがいるし、でも俺たちにはもっと別のことができるんじゃないか、その時に何曲か作っていたんですけども、なかなかこうもう一つもう一つって思ってるところがあって、でもなんかボイスっていう曲をができた時に、なんかすごくね、シャズナいけるって俺はすごく思った曲があるんですよ、渋谷のこう今と違いますけど、こうビジョンがあるじゃないですか、駅前の交差点の、あそこのビジョンからボイスが流れて、PV、イザノが歌ってる PV が流れている絵が見えたんですよね、この曲メロディーがすごく気に入って、でそのアレンジも僕らなりの独特で、他にないなって、こういう風にやっていけばきっとシャズナはいけるぞと、なんかすごく自信になった曲だったし、それがあったからこそもう一つ勝負できる曲が欲しくなって、メルティラブにたどり着けたっていうようなところ、音楽作りとしてはね、すごく恵まれた環境に置かせてもらっていたし、運命を変えた曲メルティラブ、その前のなんか初期段階のボイスっていうのもすごく思い出深いですね、今回そのファン投票で選ばれてるっていうのがまたすごく嬉しいことで、途中で展開がすごくて、プログレみたいな曲で三拍子になったりとかいろいろなことがあるんですけど、その曲いやよくぞ選んでくれたなと思います。はい、ありがとう。
入るきっかけがさ、バラバラだったの。じゃあとりあえず流しますよ。今の進行をお願いします。僕らは去年決めたことなので、次のステップに行くために、もう今はもう気持ち切り替えて、今日本当に心から楽しんで、この16年最後にうまく落としたいなっていう気持ちだけです。謝罪の完結というものが、悲しいものではなくて、みんなにとっても新しい第一歩を生み出すきっかけになればいいなと思っています。はい、ありがとうございました。じゃあ、ハイのところにちょっとこうかけるように行っとこうか。あと20分ですね。ミュージックラウンド緊張してきてますよ。今はそんなにカーッとは来てないんで、多分今から来ちゃうと、本番で例えばこうステージに出た時にちょっとヒュンってなっちゃったりとか、今はこれぐらいで、すごいちょうどいいと思います。あと20分で、16年が完結するライブが始まるかと思うと、本当感慨深いです。その日も言ってますよね。あっという間なんだよね。何で、そうですね。あ、見ようか。すごくいろんな気持ちがあって、例えばこういうことを話そうとか、全然もう決まってないんですよね。いつも通りの自分でステージに立ってみんなといいライブを作りたい、そういった中で、その時の感情を素直に音だとか言葉とかにできればいいなと思ってます。ただ感謝の気持ちをそのファンのみんなだけじゃなくてスタッフにも込めて演奏したいなと、思っています。そうですね、やっぱり、まあ、最後っていうのもあるし、でも僕らにとっては新しいスタートなので、やっぱり楽しんで、今までにないぐらいいいライブをやっぱりやって、最後幕を閉じたいなと思います。はい、長くなります。シーズンの皆さんは、今回はね、初めての参加でラストライブですけども、参加ありがとうございます。そして、こうちゃんに、よしこちゃんに、よしこさんに、こよさん、まさくん、今日、僕らを今日までサポートしてくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。お願いします。いつも通り、楽しい感じで、時にドラマチックに、時に激しく、シャズナらしいライブで、終わって、新しい一歩を踏み出したいと思います。はい、兄ちゃん上がらないように。もちろん。落ち着いて。みんなで力を合わせて、とんでもないライブやるでしょう。よいしょ。6年間まるまるずっと一回もライブ欠かさず来てくださってるファンの方とかいるんですよ。実際結成して2回目のライブから来てる人も2人ぐらいいて、要するにその子たちは当時高校生で、このバンドだけは解散するまで見るって決めてたらしいんですよね。
それをまあいつも今でも来てるなと思ってたんですけど、ライブとかやれば必ずいるし、だけどその手紙っていうかメールとかもらって解散決まってから、いやついにこの時は来てしまったなと思いましてみたいな話から、でもまあ相手もいい大人になってるんですけど、だからやっぱりそういう人たちが全員が全員じゃないけど、まあ途中から応援してくれた人もそうな人も全く僕らからしたら同じ気持ちで接するんですよ。接するし同じ気持ちでやっぱり曲を奏でるんですけど、でも個人的にはやっぱりその16年前の右も左も分かんない、本当海のものでも山のものでもないような僕らを見た時からあのずっと応援してくれてるっていうのはやっぱりシャズナと一緒にこう見事に16年まるまる一緒に歩んできた人たちも中にはいるので、やっぱりそういう人たちにあのもちろんみんなにもありがとうっていう気持ちはもちろんありますし、でもやっぱりそれだけ長く来るって大変なことだと思うんですよ。でやっぱそういう人たちに本当にあんな時の大蔵から今まで見てくれてありがとうっていう気持ちを込めて、まあ皆さんに対しても当たり前なんですけど、それは大前提として、でも特に僕はやっぱりそこに感謝をしたいですね。うん、だからいろんなことあったと思うんですよ。やっぱりシャズナも活動してデビューして活動休止してとか、いろんなプライベートでもいろんなことがあって、それでも何一つ変わらず来てくれて、あのずっとこう変わらない目線で応援してくれてる。それで私たちは長いからって言ってファン同士の中で選ぶこともなく、すごいこう逆に控えめぐらいな感じで、だすごいそういう人って人間はできてるなと思うし、やっぱそういうところに感謝したいし、そういう人がいるからこそ今の途中からファンになってくださった方とかもみんな楽しく来れるような環境を作ってくれてるのは多分そういう人たちのことおかげもあると思うので、やっぱりそういう人たちのためにもやっぱり最後は、うん、やっぱり僕もさっき言ったように今まで以上に一歩大きいあの一歩を踏み出すライブを見せて、うん、やっぱりこうみんなが持ってるシャズナっていう思い出の宝箱の鍵をちゃんと閉めてあげたいなって気がしますよね、最後は僕は、うん、はい。まあ、とにかく会場に来てくれた皆さん、そのファンの方たちだけではなくて、あの僕個人からすればそのメンバー2人で、そのライブのサポートメンバースタッフ関係者皆さんにやっぱり感謝の気持ちを込めて演奏したいなと思いますね。うん、やっぱライブはシャズナにとってのライブはやっぱりなんか何よりシャズナらしい、うん、シャズナにとって最大の武器みたいなものだと僕は思っているんで、毎回新鮮だし、どんなトラブルがあってもライブが終わるとやっぱ楽しいんですよ、うん、自分にとんでもない災難が降りかかったとしてもやっぱ楽しくて、うん、だからきっとなんだろうな、そんななんだろう、さっき話したような最高の演奏したいみたいな、そういう気持ちはなかったとしても、あのライブにシャズナのライブに臨む体っていうのはもう16年間培ったものがあって出来上がっているんだと思うけども、うん、やっぱりどこか特別な気持ちっていうのは外せないし、うん、理想を言えばこう話はひっくり返っちゃうかもしれないけど、あの見てくれた人、今まで関わってくれたスタッフ、ファンの皆さんに、なんだろうな、そのライブを見て、うん、幸せな会社もったいないって、うん、思ってもらえるようなライブができれば、俺たちそのシャズナという名前も一人一人のメンバーも新しい、なんだろうな、シャズナの枠から離れたところでもシャズナのメンバーだったイザム・アオイ・ニーなのかもしれないけども、あのシャズナのイザムだしニーだしアオイっていう形でなんか一歩踏み出せるし、やっぱりそういうライブにしたいなっていうのが僕は思います。はい、ステージに立つ人間として見てくれる人がやっぱりいないと、なんかそれが成り立たないというか、うん、ステージに立つ側の人間としてやってこれたっていうのはやっぱりこう見に来てくれる人が、うん、いてくれ
たからだなっていうふうにすごく思いつつ、そのずっとあの見続けてくれているっていう、うん、そういう人もいてくれたりして、なんか、うん、本当に、うん、そうですね、俺をステージの下からステージを見ている人間ではなくて、上からみんなを見る人間としてなんか見てくれていて本当ありがとうっていうふうにすごく言いたいですね、うん、できっとこれからの人生もそのステージの上からこうみんなを楽しませるような、うん、そういう人間でやっぱり居続けたいと思うんで、うん、なんか本当にありがとうを言いたいですね。見てたんですけどね、やっぱね、恋人をなんか一緒に歌ってたら来ちゃいましたね。いやでもあの、まあ、完結でなんかみんなこうなんか寂しいと思うけど、実はめでたい日なんで、うん、めでたい日なんで、これはあれです、あの「にありがとう」とか「おいありがとう」とか言うけど、ありがとうはこっちのセリフだっていう、うん、本当にありがとうございました。ホテルみたいな。そうそう、ホテルだった。はい、まあ無事と言っていいのか分かりませんが、まあ怪我なく事故なく今日のライブを終えることができて、まあ本当に終わった直後で、まあそのシャズナーがメンバーそれぞれがなんだろうな、このライブを経て新しい一歩が踏み出せればなと僕は思っていたので、うん、そういった意味ではいいライブができたんじゃないかと僕は思っています。ファンのみんな、スタッフ、そしてサポートメンバー、今その感謝の気持ちでいっぱいで、まだこれからどうだとかっていうことは頭になく、どんな顔して打ち上げ会場に行こうかっていうそんなことでも考えたりしながら、はい、みんなの顔が目に焼き付きますね、はい、ありがとうございました。終わったなっていう感じがありますね。やっぱり16年間やってきたバンドで、まあ、メロディーラブ自体はあのインディーズのラストぐらいにできた曲なので、まあ、それも長いですね。あの一曲が僕らの人生変えた曲だと思ってるので、やっぱりそれを最後にできて、その後恋人っていうのは僕らがちょうどレコード会社移籍した時にあの出した、もうこの思いを聞いてくれっていうメルティラブの第2弾みたいな感じの曲だったんですよ。やっぱそれを最後に ああいう形でやれて、もうすごい満足ですね。なんか16年間やってきてよかったなって思えた瞬間でした。はい、いやもう本当にね、今までこの16年僕めちゃくちゃわがまま言ってきたんで、2人にやっぱり2人もそのイザムのよくわかんないいきなり言い出すアイディアとか、なんか初めはよくわかんないって言ってたのが、もうインディーズの途中ぐらいからもうなんかこいつを信じようぜみたいな感じになってくれて、それで一生懸命こう進んできて本当にこう良かったなって純粋に思いますね、うん、いい仲間ができたなと。はい、いい感じで来れたと思いますね、自分の中ではすごく、うん、一つ一つ作品に思い出があって、もう一言で思い出を語ろうなんて言うともう全然語れない、なんかね親戚みたいなんですよ、もう感じが、はい、うん、うん、だからあの3人がやっぱり何て言ったらいいんだろう、
まあ家族とまではね、まだは一緒にいなくても、なんかほら、親戚の、うちの母親の、妹の息子みたいな感じはありますよね。そんぐらいな、なんかこう近い感じはすごく感じますね。自分の中でもちゃんとした集大成が表現できればいいなと思いますね。シャツの中での自分がなんかこう、それはやっぱり一番3人のシャツナのファンの方が喜んでくれることだろうと思います。自分の中で自分がこううまくこうシャツナの中のドラマで、ドラマソウルトールがね、一個のシャツナの中の集大成が見て聞いていただければ一番いいかなって意識してます。はい、まあこの完結っていうのがなんかまた始まりみたいな感じですよね。はい、だから次のステップに向かってまた、期待しております。はい、長い付き合いになりそうな、とても気がいたします。はい、なんかこんな長い間のほんのまだこんぐらいしか終わってないんじゃないかなと思っております。はい、本当にお疲れ様です。12、3年じゃないですかね。はい、メジャーデビュー一発目のツアーからなんで、そのぐらいになりますね。まあユニットみたいな世間的にこうイメージだったりするじゃないですか。まあ彼らはちょっとこういうバンドなんですよ、現場がね。なんかすごく、なんて言いますか。だから僕みたいなバンド上がりの道はね、すごく居心地いいですよね。みんなでこう、一緒に音楽を作り上げていってスタジオでライブでやって。普通のアーティストの方だとこう、メインのアーティストの方、バックバンドのサポートミュージシャンって。そこに壁があるんですけど、この現場も全くそういうのないんで、スタッフの皆さんとかみんな、バンドのメンバーっていう感じですよね。いらしてもらってるんで、すごく居心地いいですね。楽しいです。はい。シャズナは、まあ、僕にとってもある意味青春なんで、まあ一区切りですよね。まあ、ここで青春が終わるわけじゃないですけれども、またそれぞれ新たな道が、これから先またあるわけじゃないですか。そこまでこう、デビューからこの一区切りまでずっと長い間一緒に関わってこれて、僕にとってもまあ一つの節目かなっていうふうに思ってますね。思い残すことのないように、そうですね、もう皆さんと一緒に楽しんで、もういいライブやりたいなと思ってます。はい、今まで、一緒に関わってこれてすごく楽しかったです。まあ誰が言ったかは分かりませんが、プロレスラーの引退と、ロックバンドの解散は当てにならない、またいつか一緒に音出せる時が来たらいいなって思ってます。必ずそういう日が来ると思ってるので、まあ、期待もせずに気を長くして、これで付き合いが終わるわけじゃないんだね、みんなとまた一緒にこれからもやっていければと思います。時代を変えたというか作ったというか、そういう素晴らしいバンドだと思います。やっぱりなんだろう、こういうスタイルのバンドってそれまでなかったと思うんですね。で、特にやっぱりイサブさんとか見ていて、やっぱり自分もソロで歌ったりするので、そういう意味でやっぱりパフォーマンスもそうですけど、やっぱり存在自体が他にいないと思うし、普通にお化粧したりとか、そういう男性の方ってアーティストの方でもいらっしゃいましたけど、本当に本格的にあんなに美しくって可愛くって、そして本当に何だろう、完璧っていうか、そのオーラもあって、世界観をしっかり持っていて、自分が何をやりたいとか好きっていうのがはっきり自分の世界を持ってる方ってやっぱりいなかったと思うし、そしてやっぱりその3人で揃った時のその時のやっぱりオーラっていうのが、はい、他にはないと思うんですよ。だからそういう意味でやっぱり後ろで歌えてすごく幸せなので、はい、で最後のライブということで、はい、なんかもうお仕事いただいた、今回のお仕事またいただけた時に、なんか複雑な感じがしました。続けて欲しかったのでずっと。もう私はイザムさんのソロのドライブでサポートさせていただいたことはあるんですけど、今回もシャズナーに呼んでいただいたのはまあ初めてで、
リハも何日か、今日最終日なんですけど、もうやっぱりスペシャルなメンバーとで、なんか仲間意識っていうか、そういうチームワークがすごい、あのスタッフの方もバンドのメンバーもみんな含めてあったかい現場だなってすごく思っていて、それはなんかシャズナの皆さんの思いが本当に周りの人にちゃんと伝わっていて、で音にも伝わっていて、初日に伊沢さんとみんなで歌を合わせた時にもういきなり泣いちゃったんですけど、なんか16年のね、このバンドの歴史の最後になんか参加させていただけることの重みとか、そこでやっぱり自分ができることを最大限にやっぱりやりたいと思うので、なんかそういうこと考えながら歌ったらもうすごい、ライブの当日をなんか一個イメージしちゃったらなんかジャーって来ちゃって、はい、もう本当に大切に歌おうと思っています。私は3人に出会えて本当に幸せです。これからも応援してますので、3人それぞれの道になると思いますが、私はずっと応援しています。シャズナの皆さん、はじめましてでも本当に初めてとは思えないぐらい濃い時間を過ごしています。これからもそれぞれの活躍ももちろん応援しているし、また私もどこかで、ご一緒させていただける機会があったら嬉しいなと思います。本当にご苦労様でした。泣けましたね。なんかね、そのかなりインディーズの頃からずっと見てきたし、それからまあライブなんかやるのに音楽番組でシャズナに出てもらったりとか、そういうことがあったので、なんかね、その3人の気持ちの方がこっちに移ってきて、まあそれがこれから先ね、いろんなこう活動するという目標あると思うんですけど、それをね、一つね、一区切りつける時のなんかこう決心とか寂しさとかで、やっぱりね、ステージ上の3人がちょっとこう涙ぐんでたらしいで、なんかそんな胸がキュッとなったんです。で、まあ飯田ちゃん最初の頃は女の子じゃないかって言われるぐらい美しいボーカル でどん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 こう人気が出て、でもものすごい忙しい時期があったんですけど、もう汗だくになってこの仕事場をね走り回りながら、もう一つもねそれについて大変だとかそういうことを一切言わない人たちなんですよ。でそれ見てね、ものすごくね音楽に対して熱心だし、すごいね、真面目な3人だって今でも思ってて、当時やっぱりシャズナってこう、まあ、ジャムちゃん可愛くて、で音楽的に才能のある2人がいて、なんだろうな、イメージとしてはこう可愛いね、こうピンク色の風船や青い風船やそういうものがファーッと飛んでるような、そういうイメージで、すごくね上品で可愛くてキュートなねビジュアル系なんですよ。それはね、やっぱり一つの時代をバッと作ったと私は思っています。だから今日ね、その終わった時になんかその辺の時代がちょっとね、一つこうポンと終わりを告げたのかなっていう気がする、やっぱりなんかこう同じようなバンドって似たようなバンドあったとしても、シャズナみたいなバンドってなかなか他にないと思うし、それがね、なんか惜しいなって、それがね、みんながそう思うし、ファンの子たちも再結成ってないんですかって私も聞かれたんですけど、まあ、そういうことよりも今ちょっと一区切りつけて、3人が3人の才能をもっと伸ばしていこうと思って、また素敵なねものができていくんじゃないかなと思って、ただね、やっぱり寂しいです。
青春です。青春ですね。青春、青い春です。あ、青い春ね。まさに、なんか、そうなんですよ。みんな20代って言ったら、ね、楽しく遊んでデートして、そうそう。大学行く人は大学行って、まあ、会社働いていろんな出会いがあってとか、でも結構楽しい盛りじゃないですか。週末になったらみんな飲み行こうぜ、合コンしようぜとかあって、でも全てがシャズナだったんで、成人式もそうだった。うん、そうだから、もう記念ごとクリスマスだったりバレンタインデーだったり、記念ごとは絶対ライブだし、もう全てがシャズナで、もうみんながこう楽しく酒飲んでる横で借金をどう返すかをみんなで考えたり、じゃあどっからいくら借りたらアルバム作れるとか、とにかくなんか異様にこう、もうバンドのことで頭いっぱいで、他のこと一切できなかったですね。だバイトはして生活費は稼いでんだけど、バイトなんていうのはあくまでもバイトなんでね、本職じゃないんで、これはもうバンドをやるためにやんなきゃいけない作業っていう感じぐらいだったので、本当見事にその20代で遊ぶってことがなかったですよね。うん、だ全てがシャズナだったんで、普通はほら ロックバンドじゃなくても、うん、ライブが終わったらさ、打ち上げとかね、やっぱ今日打ち上げ来られますかとか、打ち上げ行きますかとか、うんうん、飲み行こうかとか感じだと思うんですよ。あの周りもそうだったんで、なんだけどなんかまあぶっちゃけ金なかったっていうのももちろんあるんですが、そこで打ち上げもすごくいろんな話ができて大事なんだけど、なんか酒飲んでなんか朝まで楽しい時間を過ごすお金があるんだったらリハーサルスタジオに入ろうよみたいな、そっちの方がっていうなんか優先順位になって、うん、なんか全てにおいて優先されてたんで、やっぱり青春なのかなと、うん、今の年になるとやっぱ思ってきますね。なんかだけどその16年、なんかさ、もう変な話、おかげさまでなんか今でも青春気分で、ちょっとそれっていうのはやっぱりそのシャズナあってこそのやっぱりなんだろうな、こうシャズナイコール青春、そのシャズナの肉と血なわけじゃん我々は。おかげで今でもなんか青春してるような気になってますけど、それは勘違いでしょうか。いや、そんなことないです。勘違いですか。違います。何？いや、そんなことないです。いや、青春してますよ、今だにね、うん、男はいつまでも少年ですからね。